これも撮っとんの？撮っとるわ。あ、撮っとるわ。なんで忘れたの？忘れたのね。ここ使うの？ん？ここ使う？使わねえよ。今日もゼルクぶっちぎり、マキプロ君だ。いやでございまーす。はい、ということで今回ですね、ラプンツェルが中心化回しました。しました。で、ラプンツェル中心化回なんだけど、はい、これロボットキラー、うん、まあ気候封じって言ってね、はい、ロボットにもキラーが入ると、はい、ということで低層髪もつきましたよね。つきましたね。そして友情、はい、この辺もあの無属性ね、全員に評価バーッとっていやーってね。あれがよ、はい、結構やっぱロボットキラー乗るから、おしかもほら属性倍率が低いじゃん、うん、これやべえんじゃねえかなと思って、ね、じゃあやってみたいなと思って、うん、でたまには2人でプレイするのもいいかなと。なかなかないからね、うん、だいたいさ、うん、ほら俺のプレイ動画じゃん。そうやね。だからソロプレイで、うん、今回は2人でこの使用感とかね、おこれすっげえなとか、おなかなか言いながら、おちょっとやってみたいなということで、早速ゼクスこれに挑んでいきたいと思いまーす。全力ぶっちぎりしゃ。ではいきますよ。ああで、ワクワクのみちょっと、ワクワクのみ、ま、一番手、運曲運曲いいんだけどそう、これね、あのコネクトスキルがですね、はい、自身と線形が異なるキャラが2体以上、もしくは合計ランク100以上ということで、運極を連れていけばね、はい、コネクトスキルがクリアできるので、はい、まあ、3体編成できると、うん、で、しかもこのキュート、はい、こちらは、まあ、白爆発とあと友情コンボをね一定期間あった、いいね、まあ、ただなんかこれ解除されそうな気するから、まあ、どうかわかんないけど、まあ、ちょっと貫通だし、うん、当たりやすいんじゃないかなということで、キュートをね選びました、はい、そして、ワクワクの実は同族怪劇の遊撃、うん、L、そして、同族加盟劇 L の遊撃 L、うん、そして同族過激族の遊撃 L とね、3体がね遊撃 L をついてるので、はい、まあ、友情をメインに今回見たいなということで、早速ね行ってみたいと思います。はい、じゃいきますよ。おポチッとな。パック連れてったけどよかった。あ、いいんちゃう。ええぞ、なんでもあんなもバンバン溶けてくれ、たぶん危険。うん、俺の予想ではどんな感じだよな。私これ多分初見なんだよね。ああ、全然当たりまーす。ああ、でやあ、ああ、なんかいまいちわからん、なんかこれ直殴りの倍率高かったかな。ちょ、全然覚えてねえわ。なんか全然あれやけど、思ったほど削れてないな。 あレーザーバリアあるからな。あ、アップしてよ。氷解オンリーやから、ちょっとあれかもしれない。弾もでもあれやで、ここで輝けんかったらこいつはどこで輝くやって話になってくる。それでやばいね。あ、でもやっぱキラーも強いな。おお、いいじゃん。あ、攻撃力上がるとやっぱやべえな。上がったやつに当たりに行けばいい。うん、そうやな、俺やな。うん、そうやで、レーザーバリーなくなったしタコ殴りや。いや、あ、そうか、ネクロンにも魔封じ、あ、キラー入ったね。あ、魔封じ持っとるで。あ、素晴らしいね。ちょっと待って、これこういったらいけないの。うん、ドン。あ、やべえわ、やべえか、やべえわ、こいつやべえか、これ結構やべえぞ。どうしよう。でや、イエーイ。いや、ちょっと待って、やべえな、結構やべえな、これ過激でもいいんか。よさげな、どっちでもいけそうやな。うう、届かねえこいつが攻撃力上がったとしても俺は殴る。いや、無理、怖い怖い。こいつをやっちまうと、なんかものすごい意味わからんぐらいダメージ受けそうやから、やめる。この雑魚倒すと攻撃力が上がるけど、あのダメージも大きくなるから非常にまずい。どっち取るかやな。あ、解除されたしかも。いいぞ、その左側潰して天使も潰そう。天使も潰す。うん、いた。オッケーオッケーオッケー、いいんじゃない。よし、あとタコ殴るや。いってやっぱ
いいんでねえかこれは。さあ。蹴る。蹴る。悪い。ああこいつ火力上がってねえわ。攻撃力上がってねえ。ああ上がってねえから。上がってねえな。上がってないとやっぱダメージ出んのかな。出るな。そうか。もう他のやつにな。他にいや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 。痛い大丈夫や大丈夫やちょっとぐらい耐えろ耐えろ痛いよ本性やこの子これあもう優勝拾ってこうぜきれいああやーべーいやいやいややっぱ強いぞ強いぞいいよいいよいいよあの今までさ運悪キュートって正直ここで使おうって思ったことなかったけどあそうなんこの編成だったら俺キュート使ってありだと思うなキュート忍者いかんのそれしんどいわあしんどいかこれ間にバッカン入れたればこれ間あるのうんどこうんそれぐらいいくおりゃうおおおいいねだよで 3P これもう火力上がってるうちにいや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 撤退してくれるのはありがたいねああザグやからなそうやなたまに残ってるのおるやんかいつまでたってもさおるうとしやねはいどっか行けんどうしような抜けねえよなおおいった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 おいいねよいぞおっ SS 打てるよ SS 次確か下げられるような気するけど一回打って 2P と 4P 下げるか 2P と 4P 下げるうん下へ打っていいのうんこうかいや薄めで弾いて下下げていくんやんこうかああ行ってこい下がらんかもなんかと待っておー下がったぞ下がったぞおーエロいじゃんあ解除あ下あいや解除されてねえなよっしゃオッケーオッケーオッケーナイスナイスこれよけたぞよけたぞこれ間とかハマれんの？いいよ浜に行って。これ間。知らんけど。なんかそれきつい。無理やな。それ横から弾いてかかんて入れねえ。そんな技術あると思う私にね。知らんでね。ある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 。いけるけど。いややっべやべ。タキュート使ってからやべえなこれ。だで。いっちゃで。めっちゃ強いやん。すごいな。くっそ楽しいこれ爽快感あるぞ意外と大丈夫かなおよっしゃおお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 おそしてみんないなくなったみたいになってやべえなこれ攻撃力上がってる SS 弱点いやない頭にああ。しもってなんかすごい微妙な殴り方した。本当やな。何に当たりに行けばいいかな。とりあえずこの子に当たって、ああいいんじゃない。いいよ。どうか入るかな。ああ倒してないから大丈夫。これあ上がってないのか。上がっとらんな。立てて、3P を左に追い込むかやな追い込むうんそう、そういうことや私賢いでできるよできとらおーいめっちゃ賢いなお賢すぎてびっくりしたわ、俺あれよう言うたらな、私剣あるよ取るわそう取ってた取ってたよいや大丈夫よ関係ないから撃ったらどうなのねえ撃ってみてよ撃ったるわ行ってこいはいじゃ削れそうなイメージあるけどなどう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 あでもそんなもんなんやそうか力なりの倍率高いんちゃうかな頼りないななんか、どうしような普通にもう火力上がったやつ当ててこいで座ってこ座ってこ、うん、友情に作れる死ぬ
のかな。いや、いけるやろ。ああ、最後終わらなかった。まあ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 、あ、これかっこよく上入って終わりじゃない。まあ、消されやないか。消すって終わりやけど。え、どっちにする。どうする。いや、かっこよく上はめ、はめに行けや。分かった。動画か。近く見えへんのか。しかもゲージ見てたかもしれん今。終わったよ。まあ、一個言えることはやっぱラプンツェル強いな。強かったね。ここ、うん。でもほらまだ属性がさ、うん、弓属性でもないのに。そうやね。結構な火力出るから。水ですから。うん、いやこれありやと思うで。うん、まあ、ぜひねちょっとラプンツェル、あ、友情遊撃か会議かちょっと迷うとこやけど、うん、どっちでもええ感じしたな、うんうん。まあ、今回ねちょっと遊撃ゴリゴリにして過激もある程度持ってる状態で使ってみたけど、ちょっとレーザーバリアがあるからね。あ、そうだね、うん、そこがあるけど、あれさえなかったらもうやばいよね。まあ、やばいと思う、うん、近距離になった時はレーザーバーって入るから、うん、まあ、結構なダメージ出るんじゃないかなと思います、はい、よかったら皆さんもやってみてください、はい、ということで今回の動画はここにて終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい夢見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。おい、ドロとタイム見やせ。おお、どれぐらいなや。え、これ今までどのぐらいかかっとったのかわからんけど、今までは。ドロ、ドロひどくね。うん、うん。ドロひどくね。ちょちょちょ、自分やからな、ホスト。え、なに、ホストのせいにするの。ああ、そうやろ。おかしいでしょ、それは。3体しか落ちとらへんやんけ。まあ、7分40秒、まあ、そこそこ早いんちゃう、うん、じゃあだってさ、結構そんな考えずに脳死状態で働く、うん、ね、最後は入れんかったしね。かっこよく決まらんかったしね。それでもこれぐらいで回れるっちゅうことやね。あ、そういうことやね。あの、ストレスないね。あ、そうやな、うん、ノンストレス。あ、うん。